キンプリキシユータヒラの仕様番組出演シーン全カットの裏に権利上の都合都合ファンの疑問にジャニーズは否定の姿勢。キンプリメンバーの出演シーンカット、ファンの疑問が広がる。キング・アンドプスのメンバーであるキシユータとヒラの仕様が嵐の二宮和也の番組で出演シーンが丸ごとカットされていたという報道がジャニーズファンの間で話題となっている。 この事態について、いくつかの情報源からの情報を元に検証し、その真相を明らかにする。本編、出演シーンのカット、権利上の都合か否か ?2 月16日、ニュースサイト、ふみはるオンライン、が、キング・アンドスの岸優太と平野紫耀が、嵐の二宮和也の番組から出演シーンがカットされていたと報じた。 記事によれば、騎士は1月29日放送のゴタクを並べて和配ハ,ハ、日本テレビ系に出演し、ジャニーズ事務所退場についてセキララに語った。しかし、その1週間前の22日放送の2のん、日本テレビ系では、フールの配信では2人の登場シーンが完全にカットされていたという。 地上波では平野が軌道を体験した場面や騎士が自宅で料理をする場面が流れたが、フールの配信では、権利上の都合で配信できませんというテロップと共に二人の登場シーンが黒塗りにされていたとのことだ。一方で、DVR アラプを地上波通りに放送され、見逃し配信サービスでは問題なく視聴できたとされている。 また別の報道によれば2月13日に放送された CDDV ライブ、ライブ TBSK でも同様の事態が起きており、キング・アピスの歌唱シーンやトーク場面が地上波ではあったものの配信では全カットされたとのこと。 ただし、他のジャニーズグループも同様にカットされていたため、肖像権や歌唱シーンの厳格な管理が行われていると見られている。芸能記者の一部は、ニノさんの場合はメンバー個人がフールにだけ肖像権を主張するとは考えにくいので、こちらはジャニーズ事務所に対してフール側が忖度したのかもしれません、と指摘している。 ファンの反応、圧力の疑念が広がる中、ジャニーズは否定の立場。この出演シーンのカットに対して、金プリファンの間では疑問と憶測が広がっている。一部のファンは、これがジャニーズ事務所の圧力によるものではないかと疑念を示しており、SNS 上ではその声が拡散されている。しかし、ジャニーズ事務所はこの疑念を否定しており、 キング・アンド・スについては、他のジャニーズグループも同様に全カットされていたため、肖像権や歌唱シーンの管理に厳しい事務所の意向でしょう、との見解を示している。カットの裏には権利上の都合があったのかキンプリ騎士ユータと平野紫仕様の番組出演シーンが全カットされた事例について、様々な見解や疑念が広がっている。 一部ではジャニーズ事務所の圧力を疑う声も上がっているが、一方で他のジャニーズグループも同様に全カットされていたという報道もあり、これが単なる権利上の都合によるものである可能性も考えられる。今後も同様の事態が続けば、キンプリファンは不安や疑念を感じることだろう。一方で、ジャニーズ事務所は疑念を否定する姿勢を崩しておらず、 真相が明らかになるまで続報が期待される。ファンとしてはメンバーの活動や出演が公正かつ適切に扱われることを期待するばかりである。使われ